広報岐阜、2022年3月1日号。3月に入り、少しずつ春の兆しが見え始めました。皆様、お元気でいらっしゃいますかでは、内容をご紹介しましょう。岐阜長良川のうかいで最高の思い出を。高級うかい観覧船完成。 新型コロナウイルス感染症関連情報案内岐阜連携都市圏を知ろう水星などのご案内お知らせ災害時帰宅困難者にならないために4月1日金曜日から国民健康保険料の収納業務の一部を 民間事業者へ委託その他以上です岐阜長良川の迂回いで最高の思い出を高級迂回観覧船完成闇に溶け込みこうする三つの船をコンセプトにそれぞれ白、大々、黄色、愛のテーマカラーを持つ 三席の高級うかい観覧船が完成しました。5月に開幕する岐阜長良川のうかいからご乗船いただけます。今年は高級うかい観覧船で私服の時間を過ごしませんか問い合わせ先、うかい観覧船事務所、電話番号262-0104 北京冬季オリンピックおめでとうございます。銅メダル岐阜市出身村瀬心ココモさんスノーボード新型コロナウイルス感染症の相談は保健所感染症対策課受診相談センター電話番号252-0393 ファクス番号252-0639平日午前9時から午後5時受診相談センター休日夜間窓口電話番号272-8860平日午後5時から翌午前9時土曜日曜祝日終日 新型コロナウイルスワクチン接種の相談は、岐阜市ワクチンコールセンター、電話番号252-0580、ファクス番号252-0639、毎日午前8時45分から午後5時30分。 新型コロナウイルス感染症関連情報新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は市ホームページでご確認ください感染しないさせないための感染防止対策を基本的感染防止対策の継続いつもと体調が違うと感じたらすべての行動 出勤、通学をストップして、まずは身近な医療機関を受診。マスクの着用、手洗い、手指消毒、こまめな換気、3密、密閉空間、密集場所、密接場面のうち一つでも回避。移動、不要不急の都道府県間の移動は極力回避。 混雑した場所、感染リスクが高い場所への外出はやめて飲食自宅を含め普段会わない人との会食大人数長時間での会食を徹底回避4人まで2時間以内が目安新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗を利用し マスク会食を徹底国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免申請期限は3月31日木曜日まで新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等の減少が見込まれる次の要件を満たす人は 保険料の減免が受けられます。対象となる保険料。1、国民健康保険料。2、後期高齢者医療保険料。3、介護保険料。対象者、全額免除。新型コロナウイルス感染症により、 世帯の主たる整形維持者が死亡または重篤な傷病を負った人。減免。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる整形維持者の事業収入等の減少が見込まれる次のすべてを満たす人。丸1、令和3年の事業収入等の減少額が、 令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上。丸2。丸1に該当する所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下。なお、1、2は上記に加えて、丸3。令和2年の合計所得金額が1000万円以下。 減免対象期間、令和3年度分。なお、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降に納期限が到来した令和2年度分も対象。申請方法、問い合わせ先。感染症対策のため、申請書及び必要書類を郵送で、 3月31日木曜日筆着までに、郵便番号500-8701つかさまち40-11国民健康保険料は国保年金課、電話番号214-43152後期高齢者医療保険料は 福祉医療科214-21283介護保険料は介護保険課214-2091へ必要書類など詳しくは市ホームページページ番号1については10107922については 10127943については1004838でご確認いただくかお問い合わせください申請書は市ホームページで入手か新型コロナウイルスワクチンの接種について小児接種小児 接種日に5歳から11歳への接種が3月から始まります。接種券発送スケジュール平成22年3月2日から平成25年4月1日生まれの人に対して2月25日に発送。なお、 平成25年4月2日以降に生まれた5歳以上の人については、接種状況やワクチンの供給状況などを踏まえて発送時期を決定。接種場所、小児科を中心とした一部の医療機関、市ホームページ、ページ番号1015355や コロナワクチンナビでご確認ください。接種方法。医療機関に電話などで予約した上で、接種日時に保護者同伴で接種を受けに行ってください。持ち物。接種券、予診票、本人確認書類、母子健康手帳。接種回数。 三週間の間隔を置いて二回。使用ワクチン。ファイザー社ワクチン。5歳から11歳用。接種費用。無料。追加接種。三回目接種。接種券発送スケジュール。状況に応じて変更の場合あり。二回目接種の完了日が 令和3年8月29日から9月28日の人には3月8日火曜日に接種券を発送します。到着には発送日から数日かかります。接種券が届き次第接種予約ができます。なお、接種を受けるには2回目接種の完了日から6ヶ月以上経過している必要があります。 公共施設での接種スケジュール次の通り、公共施設での接種予約の受付を行います。原則、ウェブ予約システムから予約をお願いします。岐阜市ワクチンコールセンター電話番号252-0580での電話予約も受付けます。 モデルナ社製ワクチンを使用。接種日、接種会場、予約開始日の順に読み上げます。3月12日土曜日、13日日曜日。視聴者、七里小学校、長良東小学校、赤鍋小学校。3月3日木曜日。 3月19日土曜日20日日曜日視聴者詐欺山小学校3月10日木曜日3月26日土曜日27日日曜日視聴者三輪南小学校3月17日木曜日 なお小学校は体育館が会場。以降も週1回程度、翌週分の予約受付を行う予定。状況に応じ、接種会場を変更する場合あり。ワクチン接種に関する質問、相談は、岐阜市ワクチンコールセンター、電話番号252-0580。 ファクス番号252-0639へ岐阜市伴走支援型特別資金の融資条件を拡充新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者などを対象に金融機関が継続的な伴走支援を実施することで 早期の経営改善などを図る岐阜市伴走支援型特別資金について2月1日に次の通り融資条件を拡充しました対象者一定の売上減少要件を満たす一般保障部分を追加融資限度額4000万円から 6000万円に引き上げ。保証料補填。一般保証部分も市が保証料を補填し、事業者負担ゼロ。ただし、条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者負担。詳しくは市ホームページ、ページ番号100。 5689をご覧ください。問い合わせ先、商工課電話番号214-2771、岐阜市信用保証協会265-4611、取扱金融機関、 岐阜県オミクロン株対策特別支援金を給付。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月、2月のいずれかの売上が、平成31年から令和3年の同月の売上と比較して15、15%以上減少した事業者、時短要請の対象事業者を除くに対し、 中小法人などには20万円。個人事業者などには10万円が一律給付されます。申請は4月28日木曜日までです。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先。岐阜県オミクロン株対策特別支援金相談窓口コールセンター。 電話番号0120-663-500午前9時から午後5時広報岐阜3月1日号は2月18日時点の情報で作成しています新型コロナウイルス感染症の影響により掲載記事の内容が変更となる場合があります 最新情報は市ホームページをご覧ください。案内。岐阜連携都市圏を知ろう。水保市。埼玉桜フェス。水穂でつながる SDGs2022。未来のために何ができるか考える。 今話題の SDGs を知ることができる体験型アクティビティが盛りだくさんの水星初の SDGs イベントを開催します。西は桜公園一帯の豊かな水と緑あふれる空間を舞台に SDGs を考え学びながら体験できるコンテンツが盛りだくさんです。豊かな自然の中で SDGs を感じながら体を動かすことや考えることの楽しさ、大切さが感じられます。ぜひご来場ください。開催日時3月20日日曜日午前10時から午後4時場所水星埼川定外地埼川桜公園 なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、イベントを中止することがあります。問い合わせ先、水星総合制作課、電話番号058-327-4128。岐阜ベジ一五フェア in カラフルタウン岐阜、日時、 3月19日土曜日午前10時から午後4時場所柳津町丸の3の3の6カラフルタウン岐阜大使景品受け渡し伊東洋華堂柳津店西事場市では特産農産物を岐阜ベジの愛称でブランド化を進めています 今回はカラフルタウンギフでギフベジイチゴフェアを開催します。内容1、旬のギフベジを販売2、ギフベジ謎解きスタンプラリー抽選会重ね押しスタンプを完成させた先着500人に景品を新呈、参加費無料3、 ラブベジのイベントや移動スーパー特島るのお披露目内容は変更になる場合あり問い合わせ先農林課電話番号214-20792022擬郷ファミリーコンサート和洋折衷和は話す日時 3月20日日曜日午後2時開演場所長良福光2695-2長良川国際会議場サラサーラ出演指揮井村雅樹講談神田京子演奏岐阜県公共楽団 曲目。カルメン絵巻。講談とコラボレーション。鬼滅の刃セレクション。パイレーツ・オブ・カリビアン・メドレーなど。ジュニアコーナーや恒例の指揮者コーナーあり。入場料、無料、要整理券。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先。 岐阜県公共楽団事務局電話番号244-0150第30回市民プロデュース公演応援プロジェクト公募採択事業ボリューム60オーボエピアノディオリサイタル岐阜市のピアノ教室で出会い 現在は東京芸術大学で共に学ぶ野村花さん、オーボエと須藤穂の香さん、ピアノが出演します。野村さんの大学卒業を記念し、地元岐阜での初リサイタルを開催します。トークも交えて、クラシックの各時代の名曲を演奏し、魅力を伝えます。日時。 4月9日土曜日午後2時開園場所小金町5-7-2文化センター小劇場入場料全自由席一般2000円学生1000円前売り券公表販売中文化センター市民会館 長良川国際会議場で問い合わせ先野村電話番号371-4191お知らせまずはじめに災害時帰宅困難者にならないために東日本大震災では首都圏において 公共交通機関の運行停止などにより多くの帰宅困難者が発生しました。市においても南海トラフ地震の発生が切迫しており、岐阜駅周辺の道路などでは帰宅困難者により混乱や救急救助活動、 緊急車両の通行の妨げなどになる可能性があります。地震発生後は、むやみに移動しないことが基本です。帰宅困難者にならないために、日頃から災害への備えを進めましょう。詳しくは、市ホームページ、ページ番号1014352を ご覧ください。日頃の備え。家族と安否確認方法を決めておきましょう。徒歩で帰るための備えをしましょう。事業所に留まるための備えをしましょう。帰る道を確認しましょう。災害が発生したら、 家族と決めた安否確認方法で確認しましょう。緊急を要さない移動は控えましょう。周囲の状況が落ち着くまで職場、学校に留まりましょう。災害時の情報収集方法として、気象、災害情報等、防災行政無線、 メール配信サービスをご活用ください。登録については、市ホームページ、ページ番号1001409をご覧ください。問い合わせ先、防災対策課、電話267-4763番です。次は、 4月1日金曜日から国民健康保険料の収納業務の一部を民間事業者へ委託4月1日金曜日から次の対象区域で国民健康保険料の電話催告、訪問催告、訪問収納、文書催告を 株式会社、IT 法に委託します。同事業者の職員、詐欺防止のため身分証明書を常時傾向が保険料の納付が遅れている世帯に電話をかけたり自宅へ訪問し納付勧奨を行うことがあります。ご不明な点はお問い合わせください。 対象区域、金貨京町、名徳、鉄名、白山、梅林、本郷火曜、木本、本城、日野、壮伝、三里、加納東加納、加納西、長森南、長森北、長森西、長森東、赤鍋、 うずら、いちはし、いわ、かがしま、あつみ、ひきえ、あくたみ、あくたみひがし、あくたみみなみ、ごうど、やないず、といあわせさき、こくほ、ねんきんか、でんわ、にいちよんの、にいれいはちごうばんです。次は、 岐阜市国民健康保険の特定健診対象の皆さんへ。勤務先や人間ドックの検診結果提供にご協力を。特定健診に代わる検診、勤務先の定期健康診断や人間ドックの機会がある場合は、検診結果、 特定検診と同項目の提出にご協力をお願いします提出した人にはコンビニなどで使えるクオ・カード1000円分を申請しますご協力いただける場合は国保年金課へご連絡いただくか市ホームページページ番号1001827を ご覧いただき、入力フォームに必要事項を入力の上検診結果などの写真をアップロードしてください詳しくは市ホームページをご覧ください問い合わせ先国保年金課電話214-2651番です次は 岐阜市南庁舎跡活用事業実施方針を公表。市庁舎移転に伴う南庁舎跡の活用については、民間活力による活用を前提に、来年度に事業者を公募する予定です。公募に先立ち、市民の皆さんをはじめ、 事業者の理解促進を図るため、岐阜市南庁舎跡活用事業実施方針を公表します。詳しくは市ホームページ、ページ番号1015318をご覧ください。問い合わせ先、政策調整課、電話214の 2039番です。次は、下水道事業受益者負担金第4期分の納付は3月31日木曜日までに。分割納付を選ばれた人は昨年7月にお送りした納付,納付書で納めてください。問い合わせ先。 上下水道事業部営業課電話259-7520番です。次は、お子さんと公衆浴場を利用される皆さんへ。岐阜市公衆浴場法施行条例の改正により、公衆浴場での混浴制限年齢が12歳から 7歳に引き下げられます。4月1日金曜日から、銭湯などの公衆浴場では、7歳以上の男の子は男湯に、女の子は女湯に入浴させてください。ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ先、保健所生活衛生課、電話25、252の 番です。次はセーフティーネット住宅をご存知ですかセーフティーネット住宅とは高齢者低額所得者子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な人の入居を拒まない民間賃貸住宅です2月1日現在、 市内には595棟3754個の住宅が登録されています。セーフティーネット住宅をお探しの人は専用ウェブサイトセーフティーネット住宅情報提供システムで公開していますのでぜひご覧ください。問い合わせ先 住宅課、電話21、214-7009番です。次は、不妊治療費の助成申請はお済みですか市では、人工受精、特定不妊治療、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、 特定不妊治療と合わせて実施した場合の費用の一部を助成しています。確定申告、医療費控除、済みの分は申請できません。先に助成申請する必要があります。申請書、意見書、説明書は市ホームページ、ページ番号、 1003575から入手か。令和4年度から不妊治療が保険適用となった場合は、令和3年度で女性制度は終了見込みです。令和3年度から4年度をまたいで行った治療については、今後、市ホームページなどでお知らせします。 今年度の女性対象人工受精は令和3年3月1日から令和4年2月28日の診療分特定不妊治療は令和3年4月1日から令和4年3月31日の治療終了分申請期限3月31日 木曜日特定不妊治療の令和4年2月3月治療終了分は5月31日火曜日申請先問い合わせ先子ども支援課電話214-2146番中保健センター252-0632番 南保健センター271-8010番北保健センター232-7681番です次は犬、猫の糞の放置防止にご協力を犬の糞の後始末は飼い主の役割ですマナーを守り 散歩時の糞は必ず持ち帰りましょう。市ではご希望に応じて犬の糞の放置でお困りの人に啓発看板を配布しています。また道路上に放置された犬の糞の周りをチョークで囲み日時を書くことで困っている人がいることを飼い主に知らせるイエローチョーク作戦を ご案内しています。詳しくは市ホームページ、ページ番号1002917をご覧ください。猫の飼い主はよその場所で糞をしないよう室内で飼いましょう。どうしても外に出てしまう猫には自宅にトイレを設置し、そこで排泄するようしつけてください。 飼い犬、飼い猫の糞の放置は、岐阜市、町を美しくする条例で禁止されています。問い合わせ先、低炭素、資源循環化、電話、214-2178番、ペットの飼い方については、保健所、生活衛生化、電話、 252-7195番です。次は、クロス棒の規制と引き取り。重刀法が改正され、3月15日火曜日から、クロス棒、通称棒ンの所持が原則禁止されます。県内で所持するには、 岐阜県公安委員会の許可が必要になります。現在所持しているクロスボウも規制の対象です。岐阜県警察ではクロスボウの引き取り処分を行っていますので、最寄りの警察署にお持ちください。問い合わせ先、岐阜県警察本部生活安全総務課、電話、 1> 1 24 24番です次は岐阜市長選挙柴橋正直市長が再選任期満了に伴う岐阜市長選挙は1月30日に告示2月6日に投開票が行われ柴橋正直市長が当選しました。 2月7日に市選挙管理委員会委員長から当選証書を受け取り、その後の記者会見では市民に変化を実感してもらえるよう、4年間で舞いた種を次は花咲かせたいと決意を語りました。柴橋市長は第37代岐阜市長を公選 第22代目として2月24日に就任します次は4月1日金曜日から柳津資源ステーションの回収品目が変わります4月1日金曜日から柳津資源ステーション柳津町下鯖1-5 の回収品目を変更します。紙類、古着類以外の回収は、柳津資源ステーションではなく、次の通りとなります。現在の回収品目、紙類、古着類、4月1日金曜日からの回収、柳津資源ステーション、 現在の回収品目、廃蛍光管、廃乾電池、4月1日金曜日からの回収、柳津地域事務所。現在の回収品目、プラスチック製容器包装、白色トレー、発泡スチロール、ペットボトルキャップ、 4月1日金曜日からの回収。ゴミ集積場所。週1回のプラスチック製容器包装収集日。プラスチック製容器包装、白色トレー、発泡スチロール、ペットボトルキャップは無色透明か乳白色で中の見える半透明の袋に入れて出してください。 ゴミの出し方の詳細は2022年度岐阜市ゴミ出しのルールをご覧ください問い合わせ先低炭素資源循環課電話214-2179番です次は資源分別回収での域瓶類 雑便類の回収を3月31日木曜日で廃止自治会連合会を中心に実施している資源分別回収で現在疫瓶類や雑瓶類を回収していますが瓶類の利用や資源分別回収業者の減少に伴い3月31日 木曜日をもって瓶類の回収を廃止します。4月以降にこれらの瓶類を出す場合は、週1回の瓶、缶、ペットボトルの回収日に決められたゴミ集積場所へ出してください。き瓶と雑瓶は無色透明または乳白色で、 中の見える半透明の袋に一緒に入れていただいて構いません。なお、R マークやマルチョマークがついている瓶は、種類などの販売店で引き取ってもらえる場合があります。き瓶とは、洗浄し中身を補充して何度も繰り返し使用できる瓶、ビール瓶、 一生瓶など、雑瓶とは、一度使用した後は砕いて原料、カレットに戻し、新たな瓶として作られる瓶、ドリンク瓶、用酒瓶、調味料瓶、化粧品瓶など、問い合わせ先、低炭素資源循環化、電話214-2179番です。 次は、生ゴミ減量カードは更新手続きが必要。市では生ゴミ減量の取り組みを支援するため、ダンボールコンポスト消耗品の購入費用の一部を補助する制度を行っています。市主催のダンボールコンポスト講座などを受講した人には、 補助を受ける際に必要な寄付紙生ゴミ減量カードを発行していますが2021年度発行のカード表面が青色をお持ちの人は更新手続きが必要です更新期間4月1日金曜日から来年2月28日火曜日 更新方法。1、岐阜市生ゴミ原料カードを補助制度が利用できる販売場所。市ホームページ、ページ番号1002324に掲載。または低炭素資源循環化。視聴者14回へ持参。2、カードの裏面に 2022年度のラベルを貼ってもらい割引を押してもらえば更新完了問い合わせ先低炭素資源循環化電話214-2179番です次は休日窓口を開設3月27日日曜日 4月3日日曜日。年度末年度始めは、転出、転入、転居などの件数が増加するため、休日窓口を開設します。場所、市民課総合窓口、視聴者1階、取扱業務、市民課、国保年金課、子ども支援課、 学校安全支援課の住民移動届に関連する業務問い合わせ先市民課電話214-2854番です次はホットトピック高級迂回観覧船完成持続可能な 迂回観覧船事業の実現に向けた歩み5月に開幕する岐阜長良川の迂回からご乗船いただける3隻の高級迂回観覧船が完成しました闇に溶け込む外観や船ごとに異なるテーマカラーの内装と館で 特別な空間でうかい観覧をお楽しみいただけます。岐阜長良川のうかいについてなど、詳しくはホームページをご覧ください。あなたの推しは、岐阜市を代表する画家である加藤統一氏が描いた総絡み、うかいで表現された印象的な色彩をもとに、 内装がデザインされています。白月十人乗り、闇の中に光る青白い月の光。花かがり、十五人乗り、橙や黄色などのかがり火。藍山、十五人乗り、深い藍色の金火山。ここが違う。 靴を脱ぐことなく、下足のまま乗船。まるでリビングにいるような、くつろげる空間になっています。ゆったりとしたベンチシート。通路を中央に配置、自由に船内移動。日よけカーテンで自分たちだけの空間を演出。間接照明による、 優しい光特別なうかい観覧を、河川の状況や当日の天候を踏まえ、その日に体験できる最高のうかい観覧を提供します。また、テーブルの配置を変えることもでき、船の中で本格的な海石料理を楽しみたい。 食後にゆったりと迂回を楽しみたいなど、ニーズに合わせてお楽しみいただけます。料金、予約方法など、3席とも貸し切り線で乗船料は、10人乗りが89,400円、15人乗りが134,100円です。予約方法など、 詳細は予約開始4月上旬予定に合わせホームページなどでご案内します。人思い迂回観覧船事務所所長熊谷武雄千年先も継承し続ける持続可能な地域を目指すための財産 岐阜長良川の迂回岐阜長良川の迂回1300年以上の歴史を有し岐阜の夏の風物詩として今なお受け継がれています長良川の迂回用具一式122点は国の重要有形民族文化財に長良川迂回寮の技術は国の 無形民族文化財に指定されるなど、岐阜を代表する文化資産でもあります。また、岐阜長良川の鵜飼は、市民の皆様のシビックプライド情勢に欠かすことのできない存在の一つです。鵜飼は、鵜匠の巧みな棚輪ばきや、鵜が魚を飲み込む瞬間を、 間近で見られ、かがり火の暑さも感じることができる、迂回観覧船からご覧いただくのがおすすめです。高級船導入の背景、後継者不足、台風や集中豪雨など、自然災害による乗船者減少など、観覧船事業を取り巻く環境は厳しく、人的、 財政面での改善に加え、認知度、魅力度の向上など、持続可能な形態へのシフトが求められています。多くの市民に親しまれてきた岐阜市の誇る文化資産、岐阜長良川の迂回を、より魅力あるコンテンツとして広く発信していくため、 迂回観覧船事業に携わる様々な皆様の意見を伺い、迂回観覧における顧客ニーズへの対応や、顧客満足度のさらなる向上を目的に、高級迂回観覧船を導入することにしました。乗船客のさらなる感動を目指して、新型コロナウイルス感染症の 感染拡大により、日本人の旅行需要は、海外旅行から国内旅行にシフトしました。旅行を楽しむ富裕層や女性客をはじめ、企業の接待需要や、社員向けインセンティブ需要を取り込みたいと考えています。アフターコロナにおけるインバウンド需要も視野に入れています。 ご家族、お仲間でのお祝いや記念日などでのご利用もお待ちしています。うかいが岐阜市の観光や街づくりに果たす役割。岐阜市では長良川の歴史や文化、景観を生かし、魅力的な水辺空間の形成に向けた取り組みを推進するため、 岐阜長良川鵜飼川町づくり計画を策定。対象地域に岐阜長良川の鵜飼が行われる観覧船運航エリアも含まれています。また、鵜飼は伝承、風習などを踏まえたストーリーのもと、地域に点在する有形、無形の文化財を面として活用し、 情報発信や人材育成伝承環境整備などの取り組みを効果的に進め地域活性化を図ることを目的とした日本遺産の重要構成要素でもあります。今回の高級海観覧船の導入をはじめ多様な観覧方法の検討など持続可能な 観覧船事業に努めるとともに長良川の歴史文化景観を1,000年先も継承し続ける持続可能な地域を目指していきます問い合わせ先「鵜飼観覧船事務所」電話262-0104番です 岐阜市の電話番号は26、265-4141。ホームページアドレスは、http コロンスラッシュスラッシュ www.city.gifu.lg.jp E メールアドレスは、soudan.jp <studio> city.gifu.gifu.jp です。以上で広報岐阜2022年3月1日号を終わります。